2015年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉では通算10回目となるレッドブルエアレースワールドシリーズのうち2015年5月16日17日に日本の千葉県千葉市幕張海浜公園で行われた2015年シーズン第2戦についてもベルマットホールの MXSR2014 年11月26日2015年シーズンの開催地8都市が発表され、 第2戦が千葉市で行われることが正式に発表された。2003年から開始し、2009年には日本人の室谷義秀がアジア人として初めて参戦したレッドブルエアレースでは初となる日本での開催となり、有料入場者数は2日間の合計で12万人に上った。オフィシャルサポーターとしてビーズが就任、アルバム EPIC での収録曲、 ラスベガスを大会テーマソングに提供した。エアレース開催を記念し、4月4日と5日に、QVC マリンフィールドにて行われた、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、レッドブルエアレース2015スペシャルデーが開催された。また4月4日は、室谷義秀が、始球式セレモニーに登場した。開幕アブダビ戦から約3ヶ月の期間が空いており、 本レースからジブコエッジ 540V3 を投入したムロや新しいシミュレーターを導入したマルティン・ソンカなど各パイロットが千葉戦に向けて4年のない準備に励んだ。滑走路、ハンガー、完成施設などの特設飛行場が浦安市に設営された。大会2日前の5月14日にはパイロット14名が千葉神社で飛行安全基盤の祈祷を受けた。 本シリーズより、パイロンヒットのペナルティカさんがプラス2秒からプラス3秒に変更された。上位3名に贈られるトロフィーのデザインは、グッドスマイルカンパニーが担当した。海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 の展示飛行が予定されていたが、4月28日の事故による飛行自粛のため中止となった。同時に予定されていた千葉市消防局、消防航空隊の 大鳥1号と大鳥2号によるデモ飛行は実施された。レースは2度の総合優勝経験があるイギリスのポール・ボノムが3シーズンぶりに開幕に連勝を成し遂げた。初の自国開催で期待を背負った室谷はラウンドオブ8でオーバージーにより DN 回判定を受け8位となったが、ラウンドオブ14では今大会の最速タイムを記録した。 5月4日に発生した季節外れの台風6号が東京湾を通過した影響で高波が防波堤を越える恐れがあったため完成したハンガーを解体する必要に迫られたほか通常2週間前に開始されるコースの設営作業が中断されるなどした台風通過後も雨が断続的に降り通常大会前日から行われるトレーニングフライトは スケジュールの遅れを取り戻すために時間が削られ、トレーニング直後に予選が行われた。チャレンジャークラスのトレーニングフライトも視界不良で延期された。決勝レースが行われる17日は好転に恵まれた。幕張海浜公園の観戦エリア、座席は以下の種類が用意される。価格は税込み。当初は当日券の金額設定もされていたが、他のエリアは 前売りで完売となったため、実際に当日券が販売されたのは、ケミガ浜エリアのみ。5、17決勝日が悪天候により中止となった場合、18日の予備日に日本のみの特別企画として、デモフライトが開催予定となっていた。中止時の払い戻しについては、2日券はデモフライトを含めた3日とも中止になった場合のみ、払い戻し。 土日のどちらかが中止になった場合は一部払い戻しも含めて実施しない。一日券は土日のどちらかが中止になった場合は該当する曜日のチケットを払い戻す。入場時にチケットとリストバンドを交換する。二日券の場合は両日とも同じリストバンドを使用する。再入場も可能。幕張海浜公園へのアクセスはプレミアムスカイラウンジ、スカイラウンジ、 クラブラウンジ購入者で駐車券を持っている観客を除き、自家用車の駐車場は用意されないので、公共交通機関のみ。また、浦安市総合公園では、浦安市民を対象とした、パブリックビューイングが行われた。室谷義秀パイロンヒットした、フランス・オルボット室屋義秀トレーニングフライトでは、スウェーデンのダニエル・リファが1位、チェコのペトル・コプシュタインが2位、 スロベニアのピーター・ポドランセックが3位、ポドランセックとブラジルのフランシス・バロスはスモークがたかれていなかったため、プラス1秒のペナルティを受けた。千葉戦、チャレンジャークラス。ありがとうございます。